おはよう。やっほー。眠たいですね。ちょっとメイクします。おはよう。8時20分まで配信します。よろしくお願いします。皆さん、私はさ、全然寝れなかったです。なんか布団が痒くなっちゃって寝れなくて、めちゃめちゃ眠たい朝を迎えました。超眠たい朝。オールしてないよ。眠れないっていうのはそういうじゃなくて、遅くまで寝れなかったってこと。寝ましたよ。寝たけど全然寝れなかった。なんか痒いです。眠れそう。眉毛。おはよう。今日は渋谷ツタヤさんに行きますよ、皆さん。みんなは？渋谷ツタヤさんに行きますか？私はね、3時半に寝たかな。そらはさんが寂しいらしく、私がいなくて寂しいからって言ってね、昨日ジャイアントコーン食べてたんですよ、ショールームで。でね、私も食べたくなって。でもその時新幹線にいたから食べれなくて、禁断症状が出そうでした。もう食べたいってなって、でホテル着いて食べました。24時にアイスを食べました。可愛いよね。会えないからって私の好きなアイスを食べたらしい。電話したよ。電話してさ、今日4時まで寝れない気がするとか言ってたのに、2時半とかに全然もう寝てました。2時とかに寝てた。起きてますかって言っても、みたいな言ってたけど、寝てるなと思って電話切りました これ寝てるなと、もう返事が寝てるなと思った。いつもはねつなげて寝るんですけど、切ろうと思って切って寝ました。ね、かわいい 寝るんかいって。多分ファンの方にも4時まで寝れないから返信で構ってくださいって言っとったのにね、全然2時に寝てました。寝るんかい。だから私は眠れなくて YouTube 見てた。ちょっと眉毛、ああ、朝だからもう顔がパンパン。朝ごはんはサラダでした。見切れすぎている。ちょっと、いや、眉毛描いてるんですよ。ちょっと待ってくださいね 眉毛描いてて見切れてます。ね、帰り爆睡しようと思う。帰り爆睡コースです。よろしく。どう？眉毛できてる？いい感じ。
ちょっと濃かったかも。ちょっとぼかそう。前髪あるからいいです。夜配信はしますよ。夜配信あるよ多分。壁紙と服が合ってる。そう、コーディネートしちゃってますか。キャー、眉毛最近はピンクで描くのやめました。いつもこのピンクのね、ピンクで描いてたんですよ眉毛。でも最近はもうちょっとやめた。ピンクすぎてね。ほい。ほいほいほい。私かい。私かい。ドキドキ。大丈夫かな。いますか。ちゃんとパスの連絡だからさ、なんか早く終わりそうで怖いです。もういますから。もういますから。ピンクにしました。結局ピンクにするんかい。眉マスカラでピンクにします。はい、わかりました。唇に色がないので唇に色を足します。はい、はい、OK です。昨日の新幹線の過ごし方は、あのノイミーさんの武道館のライブがあったんですよ。そのカメ子写真を検索するっていう過ごし方をしました。新幹線の有効活用。4時間あるからね。寝て起きてノイミンさん見て寝て起きて。はい、ではスタジオ乗っていきます。おはよう。痛かったな、新幹線にいたわ。昨日レッスンがねあってね、レッスンに行ってました。ツアーのレッスンに参加してて、今日肌が赤いや。あ、塗りすぎたな。これ塗りすぎたのでちょっとこれで取ります。ペペペペ。多分大丈夫です。朝だからむくんでて、朝だからプープーになってますね。おはよう。ね、明日からもう研究生のツアー始まるんですよ。徳島から始まります。もう行けないからさ、配信で見ようと思ってます。みんなもぜひ見てください。研究生の公演は DMM で配信があるので、ね、ぜひ見てください。どんな感じなんだろうな。少ないからね、人数が。一公演が7人だっけ。少ないんですよ。だからね、気になる。肌が均一なのか分かんないけど、光の加減で分かんないけど、まあ、OK とします。 OK といたします。ではこちらのこれを塗っていきます。これはあのメイクポーチですごいかさばるんですけど、一番肌に合うのでどんな時も持ち歩きます。 STU 今48人います。ちょうど48います。でも研究生はもうほぼ会ってなくて、どんなツアーかとかも聞いてないので、
何にもあれネタバレもしてない状態で明日は配信で見れます。わーぴょん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 。これから渋谷に向かいます。わー来てくれるのありがとう。パズも渋谷に向かうから待っててけ。待っててけって何？待っててけろ。待っててください。ほいほいほい。あ、みんなあれも言ってくれるのか。あれスイパラ、スイパラもよろしくお願いします。予約制です。パパパパパパ、今日なんかさ光の加減でさ見えなくてね、なんか難しいメイクが。はいはいはい。馴染んでんのか見えない。きっと大丈夫でしょう。多分いけるでしょう。多分。見えない。わからない。どうなってんだ私の肌は。まあいけるでしょう。スイパラ。なんかね、メンバーのね、メンバーがスイパラ行くよっていうイベントがあるんですけどね。そちらもぜひチェックしてください。ちなみに私はおりませんのでよろしくお願いいたします。6人ぐらいね、多分発表されてたから、ぜひ行ってください。ほい。あと10分ぐらいで終わらせなきゃ。20分過ぎまで配信しますよ。はい。二重を描きます。二重はもうないので作ります。もうないものは作ればいいんです。はい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 。二重ができました。さっきまでなかった二重があっという間に。はい、二重ができました。なんとびっくり、こんなに簡単に二重ができてしまいました。パーン、びっくりびっくり。なんということでしょう。うん。二重を描くにはこちらのペンを使ったら二重を描くことができます。え、雨わかんないです。どうなんだろう、東京は。雨はもう前乗りしてるからね、外にいないからわかんないね。大丈夫かな。気をつけて来てください、今日来る方。どうしよう。今日あんまりそんな濃く、ライブじゃないからね、濃くメイクしなくていいんですよ。うん、悩むな、どうしようかな。無限に雨、無限に雨なの今日。そうか、無限に雨か。そりゃ困ったね。目をキラキラにしよう。目にキラキラ塗ります。目はキラキラした方がいいですからね。はい、大して変わりません。大して変わらないからって言って塗りすぎると痛い目を見るので、大して変わらないぐらいがちょうどいいと思います。今日止まないのか。そりゃ困ったね。
でも朝ごはんも買いに行ったし、昨日のうちに。もう出歩くことないのでね。まあ新幹線が無事に広島に着いてくれればって感じです。髪の毛はメイクさんがしてくれるから安心です。あとは何でしょうね、うん、うわあ、朝ごはんはサラダとバナナでした。昼ごはんは、昼ごはんがあるのか持ってかなきゃなのか分かんなくて、とりあえず終わるまで我慢って感じにしようかなと思っております。おはよう。だってもうそろそろ終わる時間なんだ。配信30分までしようかな。30分までしちゃおうっと。やっほー。どうだろうね。でも前回はお弁当あったんですよ、あの店長の時はね。店長した時はお弁当だったけど、わかんない。でも出歩いたりはできないので、あのどっかカフェとか行くとかはないです。もう室内です。だから東京感は特にないです。私が感じる東京感は、イベントに来た人のファンの方の、あの、あ、この方は関東済みだっていう方が多いじゃないですか、やっぱり割合的に普段より。それで東京を感じます今日は。東京以外からも来てくださる方いるけど、てか東京の方も大体さ、広島とかまで来てくださってるからね、いつもあんま分かんないかもだけど、みんなで東京を感じたいと思います。いや、人絶対多いよね。しかも今日土曜日やけん絶対多いじゃんね。気をつけてきてね、若者の街やん。この前109行ったんですよ、初めて。したらさ、すごいお洋服のお店がたくさんだった。何も買わんかった、見るだけだった。ほい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 。東京、東京。ほいほい。クマを消しました。うん、配信じゃ分かんないかも。クマを消します。じゃあクマがひどいので、クマをたくさん消さないといけません。クマを二頭買いしているので、左右にクマを飼っているので、ちょっとクマの飼育に苦戦しています。毎日ね、人たくさん来てくださるといいけども、不安です。ミニストップは今日行けないです。行かない、行けないです。出歩けない。もうすぐ、今日は11時半からなので、メイクの時間とか考えるともう、あの午前中どっか行くとかもできず。はい、うん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 。おはよう。消してやるのさ、だよ。消してやるのさ。暑い。今日エアコンつく。はい、すいません。アラームをね、20分にかけてたらアラームが鳴ってしまいました。すいません。すいません。
なのさん全然起きないけど、今日もお昼に多分起きるでしょう。おはようございます&こんにちはのメールが来るのかなね。爆睡してるじゃん、いいことたくさん寝な。めっちゃ雨降ってんの？そうなの？でも傘持ってきたけど使わない気がする。そうなのさ、昨日先にねレッスンを出なきゃいけなかったんですよ、あのこっち来るから。だからさ手紙をね書いてね、頑張ってねみたいな、お疲れみたいな手紙を書いてねバッグに置いてたんです。そしたら寂しくなったらしい、それで一生の別れと思ったらしいです。そんなことないのにね。うん、あ喜んでました？本当？見せたの恥ずかしい、勝手に見せるんじゃないよ。ウーバーできないよ。ウーバーできるならリンゴ飴を注文したいな、チキンとか。でも絶対無理だ、暑いこのお部屋。あ喜んでた、本当はよかった、なんか寂しがってたから可愛いなと。おはよう。あと8分8分。よいしょ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 。うん。何も変わらなかった。あ、ペンライトのフィルムね。いっぱい使ってください。私も手元にあるので今度ずっとショールームで装着しますね、ペンライトのフィルム。ほわーほわーほわー。そう、私の代わりにアイス食べてましたよね、動画が来ました LINE で食べてるよって。折りたたみ傘折れた。そんな強かったの昨日。のえみさんピカーン。うん、楽しそうだったな武道館。そう、昨日は LINE でアイス食べてるよっていう動画が来たからショールームを見に行ったけど、新幹線にいたからさ電波悪くて全然見れなかったです。よくみんながさ新幹線移動中でちょっともざってますとかコメント来るじゃないですか、その気持ちがやっと分かった。確かにいいと思って、トンネルに入ったらね配信止まって、しかもルーム追い出されたんですよ私。そう、新幹線のアイス、新幹線のアイスもピスタチオ多分期間限定かな。あれ写真も来たよ、写真2枚と動画来ました。パちゃんの代わりに食べるねみたいな来てた、これ私も食べました。悔しくて、光の加減で全然わかんない。まあいいか、あとはもう会場でメイクしよう。わからなくなっちゃった、収納していきます。
壁紙がね、壁紙こんな結構さ印象残るやつだから写したくないなと思ったけど、メイクするには手持ちだと気出しちゃいました。東京ではきっと食べる、じゃじゃーん、メイクポーチ、ポーチかわいいです、シンプル、引っ張っとこう。壁紙が顔に見えてきたねえ、怖い、確かに顔に見えてきた、なんか意地悪そうな、あのアニメとかに出てなんか悪魔みたいな顔してる。おつまた夜配信しますよ。ありがとう、ね、じゃあ壇上読んだらおす、みんなも今日もアイスいっぱいたくさん食べてくださいね。13位クワダリさん、12位カメさん、10位カズノシンさん、9位中田田さん、5位アッチャさん、4位クロさん、3位しんちゃん、ありがとうございます。会おうね、渋谷で会えない方は夜配信で会おうね、バイバーイ